すでにゴーマに。ここに隠れろ、ベルベット。俺はセリカを助けに行く。怖いよ、アーサー兄さん。これを持っていれば大丈夫だ。セリカが魔法をかけてくれた、生きる勇気をくれるリンゴだ。本当？本当さ。俺が嘘をついたことがあるか？セリカを助けたら迎えに来る。いいか、怖くてもくじけるな。何があっても諦めるんじゃないぞ。うん、絶対諦めないよ。私はラフィーのお姉ちゃんで、兄さんの弟子だもん。あの日から世界は変わった。魔物に疲れた人が人間を食い殺す地獄に、絶望に凍りつき私の心が感じるのは、血まみれの肉の味とあの男への憎悪だけだ。起きて、ラフィー。朝だよ。おはよう。もう、ラフィーって呼ぶのやめてってば。子供っぽい。いきなり文句とは、調子いいかな？ちょっと熱があるわね。今日はおとなしく寝てなさい。ちょうど新しい薬が届く日だし。僕岬に行くつもりだったのに。ダメ、今日は我慢。本くらい読んでも。ベルベットを困らせるな、ライフセット。そんなつもり。アーサー兄さん、もう巻き割りを？ああ、一冬分やっておいたよ。だが出かける用ができてしまってな。薬の代金は少し待ってもらってくれ。なら私が稼いでくるよ。ウリボアを何匹か狩れば薬と交換できるでしょ。お前一人でか。ああ
ーサーの先訓その1、作戦は堅実に、対応は柔軟に。わかった。弟子の腕を信じるとするか。すまんが頼む。ごめんね、お姉ちゃん。ごめんもすまんもなし。家族なんだから当然でしょ。では行ってくる。お粥を作ってあるから食べてね。夕方前に戻るから。わかった。気をつけてね、お姉ちゃん。シャリーズ。タイマシの技。自負と不安、敵への同情、勝利の歓喜。お前は感情が豊かすぎる。それではいつか破滅するぞ。まあ、この子の長所でもある。え、分かってるさ。だがそれでは。アーサーの先訓その4だよ。勝利を確信しても油断するな。はい。ともかくこれでライフセットの薬代を払えるだろう。売る方の売り場は俺が先に店に届けておこう。先に？会う予定だった知人が遅れていたな。おそらく今夜は帰れない。それを伝えに来たんだ。薬はお前が受け取ってくれ。うん。もう一つ、村の近くでゴーマの群れを見た。万が一襲われたら迷わず逃げるんだ。ううん、ゴーマが来たって。私がゴーマと戦えるのは大魔師の力を持つ者だけだ。それが現実の断りだ。感情ではどうにもならない。私も慣れないのかな、大魔師に。なぜ鳥は空を飛ぶのだと思う？なぜって、飛ばないと餌を捕まえられないし。大魔師になるには特別な才能が必要なんだ。だがそれを持った人間はもうほとんどいない。はい。明日はセリカたちの命日だ。なるべく早く戻るよ。うん、お姉ちゃん直伝の騎士を作って待ってるから。買い出し？さ、そっちは狩りの帰り？うん、大量だった。頼もしいね。あんたが男だったら絶対惚れるわ。よかった、女で。女子ならもうちょっとおしゃれしなさいよ。うん、使ってた櫛が割れちゃったのよ。新しいのは？そりゃ買いたいけど。おじさん、串乙女価格にならない？いきなりなんだ。いいって、ニコ。今日はライフセットの薬を買いに来たんだし。ベルベット、アーサーにも伝えたんだが、例の薬まだ入荷してないんだ。え、なんで？もしかしてゴーマのせい？町の方でゴーマ病がひどくなってるそうだ。この辺りもゴーマの群れがうろついているようだし。いつ届くの？わからん。届いたとしても値がいくらになるか。そんな、ミッドガン王国は何やってるわけ？軍隊とかいるでしょ？そんなもの、とっくにゴーマに蹴散らされちまったよ。ここは大丈夫だよね。ベルベットのお兄さんは大
大魔神なんだし。どうだかな。アーサーの右手は怪我で動かんのだろう。そもそも自分の妻子も助けられなかったんだし。薬届いたら知らせて。もちろんだ。これはサービスだよ。ベルベット、覚えてるよね、特製キッシュの作り方を教えてくれる約束。獣医見習いの人にプレゼントするって、あれ本気だったの？もちろん。お願いね、私の人生の一大事なんだから。けどおじさんたちに反対されたんでしょ？周りがどう言っても関係ない。大事なのは私の気持ちなんだから。いいこと言うわね。私が男だったら絶対惚れるわ。でしょ？ただいま、セリカ姉さん。もう7年も経つんだよ。姉さんとお腹の子が亡くなってから。しまった、プリンセシアの花お供えするの忘れちゃった。姉さんもお父さんもお母さんもあの花が大好きだったのに。生まれてたらきっとこの子も。ごめんね、明日岬で摘んでくるから。お姉ちゃん。ラフィー、寝てなさいって言ったのに。ちょっとだけだってば。ほら、熱下がってない。すぐご飯の支度するから横になりなさい。ごめんなさい。何これ？羅針盤、磁石を利用して方向がわかる道具なんだ。そんなの太陽や星を見ればいいじゃない。天気が悪くてもわかるんだってば。この発明のおかげで長い航海ができるようになったんだ。ほら、船が揺れても正確に測れるように、ここが動いて水平を保つようになってるんだよ。すごいでしょ。さっぱりわかんない。冒険の必須アイテムだよ。なんでわかんないかな。また今度ゆっくり説明して。怪我しなかった？怪我どころか大量だったよ。兄さんも言うんじゃないかな。そろそろベルベットは免許皆伝だな。で、アーサー兄さん、今日は帰らないんでしょ？なんでそれを？シアリーズが来て教えてくれたから。兄さんの精霊。あんた本当に精霊の声が聞こえるのね。うん、大魔師の才能なんだって。あんたなら兄さんに負けない大魔師になれるかもね。兄さんの本を読んでいろんなこと勉強してるし。そうなりたい。お姉ちゃんと一緒に旅をして不思議なものをたくさん見たい。狩りだって滝に集めだって僕がやるし、ゴーマが来たって守ってあげる。そうしたい。だけど。くれなきゃ困るよ、ライフィセット。あと20年後くらいで。そんなにかからない。じゃあしっかりしてることを証明して。まず柔らかいミートボールシチューを作るから、食欲がなくても頑張って食べること。で、苦い薬もごまかさずに飲む。できる？もちろん。
薬もちゃんと飲めたね。約束したからね。明日は火の夜になるよ。そうなんだ。あの日と同じ夜に。ねえ、今日は一緒に寝てもいい？もちろん。干し肉を作って、とっておきのチーズでキッシュを。あれ？ラフィー？ちょっと、どこ行ったの？おじさん、ライフセット来なかった？いや、知らんが。その本、兄さんの。ライフセットが書き写した写本だ。しかるべき商人に下ろせば高く売れる。正当な値で買い取らせてもらったよ。あの子、こんな分厚い本を。羅針盤、そうか、あれを買うために。いや、欲しそうに見てたけどな。おまけにつけてやろうかって言ったんだが、それじゃあ俺が損をしちまうって。いい子だが商売には向いてないな。じゃあ、あの子、お金を何に？俺は口止めされてるんだ。本人に聞いてくれ。ライフセットが出歩いてたけど大丈夫なの？大丈夫じゃない。どこで見たの？森の方に行くっぽかった。探すのを手伝うよ。お願い、ニコは念のために村の中を。私は森に行ってみる。ラフィー！お姉ちゃん、動ける？熱は？平気、ちょっと休んでただけ。まったく、何してんのあんたは。黙っていなくなって動けなくなったらどうする気だったの？そうなったら苦しむのはあんただけじゃないんだからね。ごめんなさい。したいことがあるならちゃんと言ってよ。そりゃ欲しいものも買ってあげられない情けないお姉ちゃんだけど。違う、そうじゃない。そうじゃなくて、そうだ、お墓の花忘れてた。うん、だから僕、岬に積みにだけじゃなくて海が見たいんでしょ？それもあるけど、今日は特別よ。一緒に行こう。いいの？その代わり、今度黙っていなくなったらベッドに縛り付けるから。はい。咲いてる咲いてる。ここからの景色は変わらなくないよ。季節や風や天気で海は全然違うんだ。それに海の向こうの景色も。海の向こう？時々わかんないこと言うわよね、
あんたって。お姉ちゃん、今日は連れてきてくれてありがとう。何よ、改まっちゃって。ねえ、ラフィーは知ってる？なんで鳥が空を飛ぶか。そうじゃないと餌が取れないからだよ。敵からも逃げられないし。だよね。でも僕は思うんだ。翼を持った鳥は。はっ！ゴーマ！ライフセット、苦しくても頑張って走って。お姉ちゃん、怖くないよ。あんたならできる。きっと兄さんみたいになれるから。やめて、ダメだよ。逃げて。なんでコーマが一人で逃げるなんて嫌だ。嫌でもやるの。感情で動いてたらあんたまで死んじゃう。でもお願い、逃げて。兄さんの言った通りけど、だからって、やめろ。僕が相手だ。私、なんで家に。お姉ちゃん、ラフィー、無事だったんだね。ごめん、僕のせいだ。違うよ、あんたがいてくれるから。私は、前の割れちゃったでしょ。お姉ちゃんの髪綺麗だからちゃんとしないともったいないよ。僕が作るよ、お姉ちゃんが幸せになれる世界を。なんで全部夢なんかじゃない。これも立つべき感情か。お姉ちゃん、逃げて。兄さん、
つてこの場所で地獄の蓋が開いた。そして今夜、救世の力が復活する。ライフセットの命を生贄にして。何を言ってるの？しなさい。それは世界への捧げ物だ。なんで？もう絶対に助からない。嘘だ嘘だ嘘だ。やはりお前は感情に従うのだな。病が広がったのだ。だが案ずるな。この痛みは私が
イマシアルトリウスコールブランドが止める。お前だけは。